じゃあ続いての質問なんですけれども、まあ最近はもちろんそのゲームは日本だけじゃなくて、まあ、アメリカ、まあ、北米とか、はい、海外でもゲームをこう販売してるわけなんですけれども、はい、そういった意味でですね、海外のスタッフ、まあ、自分なんかもその、コミコンに行った時に、ジョベスさんのこととあったりとか、やってたね、楽しそうなことやりますか、やりたいよでそういう感じでやっぱりすごくそのグローバルだなと思うんですけれども、はい、そういう、海外のスタッフさんですね、たちとその制作とかそういう過程でですね、苦労話とか何か気づいた点とかがあったら教えてほしいですと。はい、会話ですね。うっちの苦労してたね。ジョベスさんね。会話です。ですよね。から当然。何かことが起こるごとにアメリカに行ったりアメリカから日本に来てもらったりするわけにいかないんで、うん、もうだいぶご存知だと思うんですけど、はい、テレビで会議をしてます。そうですよね。でテレビでおえへん虫が古い大丈夫です、伝わってます。でテレビで会議をするんですけれども当然言葉がわからないので、はい、日本語で話す、うん、その日本語を英訳する、うん、で向こうの人が聞く、うん、向こうの人が英語で返してくる、うん、それを日本語に訳される、それを僕らが聞く、うん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 、っていう通訳を通してやってるので単純に倍以上の時間がかかるんですよ。あ、そうですよね、はい、うんうんうん、で、何時だったっけな、日本の朝9時が、はい、アメリカの夕方の、夕方ですよね、夕方5時6時とか5時6時なんですよね。そんな感じですよね。ということは、僕らがものすごい朝早く出社してくるか、はいはい、アメリカのスタッフがものすごい遅くまで残業するかになっちゃうんですよね。だから時間が全然足りないですね。あ、時差がねありますからね。そうなんですよ。ものすごい時間がいっぱいあったら、うん、もっとゆっくりもっと詰めた話ができるんですけれども、うん、でもね通訳さん、通訳さんというか通訳をしてくれる方っていうのはこっちがつまらないこととかくだらないことを言ってもそれを翻訳して伝えてくれるんでアメリカ人が笑ったりしてくれるんでねそれはいいですね。そこまでコミでやってくれる、やるな通訳。